お久しぶりです、達也です。前回の動画投稿以降、杏仁の方でちょっといろいろあったんで、投稿が遅れました。今回攻略するダンジョンはネクロマンサータワー、簡単すぎるチートルートで、有名なとこです。ただ、今やったように完全にグラップル対策されています。ですが、動画リンクにも貼っておきますが、マインズで有名なファイアナイトという方が、新しいルートを発見してくれたらしいので、それでネクロマンサータワーの、攻略をしたいと思います。必要なのはグラップルとかなりの、勇気。結構難しいので、この動画を録画するまでに、すでに3回死んでます。ここに引っ掛けて、下に一旦降りて。いざ大空へ。あ。成功ルートはあそこに見える額縁のある地面に、乗ることなんですがね。しょうがないのでやり直します。カット。もう一回挑戦します。ちなみに、ここに来るのに一回の挑戦で、二回グラップルの耐久を、消費するので。グラップル使い切っても4、5回程度が限度じゃないでしょうか。では、二回目のチャレンジ。羽ばたけー。やったぜ。余談ですが、今のジャンプはかなりの高度からの、落下ダメージを食らいますので、衝撃吸収なり、落下耐性のブーツなり持ってくることを、おすすめします。あとは、ここのマグマに飛び込んで、サクサクっとやって。神は言っている。ここで死ぬ定めではないと。うわぁ、熱い熱い熱い。動画見て場所ちゃんと把握してきますね。カット。調べてきました。今度こそ大丈夫でしょう。お。これですよこれ。このスッと通り抜ける感じ。まあここから先は、今までのネクロマンサータワーと、変わらないので、倍速しますね。あとは、ハピネスト打って、と。はい、クリアです。あっけないですが、クリアです。素直にダンジョンを楽しみたい方は、入り口から鬼畜ダンジョンを、どうぞ。ちなみに、報酬のレジェンドリーアイテムは、ショット棒でした。それでは、今回はここまで、ご視聴して、いただいた方、ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。それでは、